ここの下降チャンネルの下限値とぶつかるので、まあ、ここの時間帯っていうのはかなり重要になってきます。皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。本日はかなり今リクエストが多いリップルの相場解説やっていきたいと思います。気にされている方多いと思うので、まあ、リップルの相場解説やっていくんですが、まあ、結構他の方の私リップルの相場解説とか、まあ、たまに見てるんですけど、全然なんか分かりにくいというか、そんなに、まあ、相場解説できてないかなと思うような部分もあるので、まあ、そういった方と違ってね、より詳しく相場解説できたらなと思っていますので、必ずこの動画は最初から最後まで見るようにしてください。はい。で、動画の前になんですけども、今現在仮想通貨に特化したこのチャンネルを新しく立ち上げさせていただきました。それに伴い、私直通の LINE というのもご準備しております。私の LINE の追加については概要欄の URL より追加できますので、ぜひお願いいたします。そして今現在私を LINE で追加してくださった方には、直近相場で月利 40% 弱出ているビットコインの自動売買ツールというのを完全無料でプレゼントさせていただいております。それに加え、今後10倍以上のリターンが望める私西条が厳選したアルトコインというのを3種類ご紹介させていただいております。なので、仮想通貨で大金を稼ぎたい方や、今仮想通貨を勉強中の方、トレーダーに興味がある方は必ず私を LINE で友達追加しておいてください。なお、この動画が分かりやすいと思われた方は、チャンネル登録、高評価していただけると私も嬉しい限りです。はい。それでは実際に相場解説やっていきたいと思うんですけど、まあ、今見てもらうと3つのトレンドライン、そして下降チャンネルっていうのが引いてあると思います。まあ、それに併用して今までずっと意識されてきたラインというのをこの白い線で引いてます。で、パッと見てわかると思うんですが、今は下降気味ですよね。下降チャンネルの中にいるといった感じになります。で、ここのトレンドラインを一つずつ説明していくと、まあ、トレンドラインっていうのが、まあ、加速してたんですよね。ここは、まあ、大元のトレンドラインですね。で、こっちがちょっと別のトレンドラインという感じなんですけど、まあ、ちょっとわかりやすいように色変えておきますね。はい。まあ、こっちのトレンドラインをまず最初作っていて、もう本当上がり始めたところからですね、作っていて、で、そこの中でトレンドラインっていうのが加速してたんですよね。ここですね。ここから一気にこのライン。まあ、ちょっとここ浮いてますけど、まあ、このくらいで加速していってて、なので、私が当時動画で言っていたのは、まあ、ここを割れてもですね、ここのトレンドラインを割れたとしても、次ここの大元のトレンドラインがあるので、ここで反発してくると説明させてもらってました。でも、まあ、案の定ですね、ここの辺で反発はしてるんですけど、ついにここのトレンドラインっていうのを耐えれずですね、一気に落ちてきてしまったといった感じです。まあ、見てもらうと、ここのトレンドラインめちゃめちゃ上試してますよね。上試してて、で、結局上に抜けれずにも力尽きて一気にスコンと下に落ちてきてしまっています。で、ここの下降チャンネルっていうのをここ割れちゃったんですけど、で、下髭っていうのはここの意識されてたラインですね。まあ、ここでもレジスタンスになってますが、過去からずっと意識されてたライン、まあ、ここを本当割れなければですね、かなりまだ上昇の余地っていうのは見込めて、今から上昇トレンド乗っていくんじゃないかなと見えるんですけど、なので今は割とギリギリセーフと思ってます。まあ、そういった観点で見ると、本当にこの 1.1 ドルぐらい、まあ、なんで120円ぐらいですかね、を割れない限りはそんなにまだ大丈夫といった感じなんですが、ちょうど今日の動画いつ上げるかわからないんですけど、今日の11時、まあ、今撮ってるのが13時44分、14時前に撮ってるんですけども、本日の23時とか日付が変わったぐらいっていうのが、ここの今意識されてきたレジスタンスだったりサポートラインの価格帯と、ここの下降チャンネルの下限値とぶつかるので、まあ、ここの時間帯っていうのはかなり重要になってきます。はい。なので、もうここを本当下に抜けるか抜けないかっていうのが、もうかなり今後の動きを左右してくるので、下に抜ければもちろん一気に、この 0.94 ドルぐらいまでは、まあ、なんで100円ぐらいですね。100円ぐらいまでは間違いなく落ちてくるかなと思います。じゃあ逆に抜けた場合、上に抜けた場合っていうのは、そのままですね、一気にまた勢い取り戻して、こんな動き、まあ、してくるんじゃないかなと、思います。なので、もう本当にここのラインを割らずに上に行けるかどうかっていうのが勝負の鍵になってくるかなと思います。で、もしここで上に行った場合ですね、上がり方にもよるんですけど、はい、上がり方にもよるんですけど、例えばこの辺で綺麗に、まあ、上がっていった場合、
上昇トレンドした場合っていうのは、動き方的にこのダイヤモンドクロス形成ってなるんですよね。まあ、ちょっとまだローソク足がないので難しいんですけど、例えばまあこんな感じで上がっていった場合っていうのは、ちょっとこのチャンネルを延長すると、はい、ちょっと分かりにくいですけど、ここのひし形できますよね。まあ、上昇トレンドここできた場合なんですけど、綺麗にチャンネルでできた場合は、そのここがダイヤモンドクロスって言って、平行チャンネルの中に平行チャンネルができてると、こういったダイヤモンドが出現するんですが、まあ、これで上に抜けた場合っていうのは上に行きやすくなるんですよね。より一層強い資産になってきます。まあ、三角持ち合いみたいなイメージでいいです。このダイヤモンドクロスの中にいるときはあんまり方向感っていうのはないんですけど、まあ、上に抜ければ上に行きやすくなるし、下に抜ければ下に行きやすくなるというような認識で大丈夫なんですけど、このダイヤモンドクロスっていうのができる可能性もありますし、まあ、今結構リップル上がりそうになってますけど、これ三尊じゃないですか、よく見たら。こいつですね。まあ、すごい綺麗な三尊かって言われると、まあ、その辺はちょっと微妙なんですけど、ちょっと難しいですけど、右肩のところが、はい、まあ、こんな感じですね。ちょっと三尊チックにはなってます。ネックラインがちょっと右肩下がりの三尊っていった感じですかね。なので、ネックラインはイメージいったらこんな感じですね。はい、まあ、線がちょっと増えてしまったんで分かりにくいですけど、まあ、このネックラインをちょっと割れたんですけど戻ってきて今上に行ってるので、これはまあ三尊否定ということになるので、まあ、結構上にこっから登っていってもおかしくないかなと思います。まあ、本当にここのラインも結構重要なんですけど、 1.24 ドルっていうのも大事なんですけど、さっきも言ったようにここのラインをとりあえず割るか割らないかが相当重要なので、ここを割れずに上にいるのであれば、とりあえずはその上昇トレンドと見てもいいんじゃないかなと思いますので、今のところは安心かなといった感じになります。なんでも本当今日のこの12時とか23時ぐらいから要注目といった感じですね。このまま上にこのチャンネルっていうのを、今価格がちょうど上がってきてますけど、まあ、これは三尊否定からちょっと強気になったかなっていった感じにはなるんですが、まあ、ここのチャンネルを上にとりあえずそれまでに抜けてくれれば本当安心ですね。チャンネル上抜けて、できればレイズアップ転換ですよね。このチャンネルだったり、この 1.43 ドルでレイズアップ転換してこう上に行ってくれる動きしてくれれば、まあ、よりいいんじゃないかなと私的には思います。なので、まあ、今結構売るか迷われてる方多いと思います。その価格が、まあ、一時の200円からしたら相当下がってきてるので、まあ、ただ全然、まあ、この動き次第ではあるんですが、ここのところを割れない限りっていうのは押し目で買っていっても全然いいかなと思います。まあ、もしここ割れたとしても最悪の防衛ラインのこの100円付近があるので、まあ、ここ割れてきてしまうと正直かなり怖いんですけど、まあ、ここの本当上にいる限りは、まあ、押し目買いしていってもいいんじゃないかなと思います。で、一応まあこの100円割れたとしても、まあ、次100円上に行くのがかなり勢いないと難しいと思うんですが、まあ、最悪のラインっていうとやはりずっと意識されてきたラインですよね。今までここですね、 0.78 ドル、なんでまあ85円とかそのくらいのライン、まあ、ここを最悪割らなければまだ大丈夫かなとは思うんですが、まあ、このくらいまで落ちてきてしまうと、まあ、正直今度100円上に行くの、さっきも言いましたが難しいと思うので、できれば今の価格帯ですよね。はい、まあ、1.11 ドルだったりこの 0.94 ドルを割らないことというのが一番大事になってきます。まあ、こうやって結構トレンドラインとか見てるとかなり効いてるのが分かると思うので、今現在だとトレンドライン、この加速したトレンドラインと大元のトレンドラインを割ってきてしまったと、こうですね、この2つ割れてきたっていうことになるので、トレンドラインを2つとも割れてきてしまってるってなると、まあ、やっぱりちょっとはまあ弱気の表れにはなってくるので、まあ、その辺は注意してもらいたいかなと思います。まあ、ただリップルって本当にその風向きが変わった時ってめちゃめちゃ強いので、上がるときは本当一気に上がりますし、下がり始めたら一気に下がるっていう感じなんですけど、これでまたそうですね、まあ、発行枚数が多いので価格上限本当はそんなする通貨ではないんですけど、これからですね価格の動きっていうのはかなり注目かなと思います。またこのリップルの動画が好評であれば、またリップルの相場解説やっていきたいと思いますので、まあ、高評価だったりコメントをしていただければ、私も本当、まあ、動画上げるモチベーションにもなりますし、やはりコメントだったり高評価増えると嬉しいので、ぜひお願いいたします。
はい、それでは本日のリップルのこの相場解説というのは以上になります。いつもこんな感じで基本的にはビットコイン、リップル、IOST というのを最近はなるべく毎日動画にさせてもらっております。なので相場でもっと詳しくなって稼いでいきたいという方だったり、これから専業トレーダーになりたいという方は必ずチャンネル登録の方お願いいたします。また私最上と直接つながるラインというのをご用意しております。私最上と直接つながれることで実質オフトレーダーと無料で対話できるということになりますので、かなりメリットしかないかなと思います。さらに私を今 LINE で友達追加してくださった方には、直近相場で月利 40% 弱出ているビットコインの自動売買ツールというのを完全無料でプレゼントさせていただいております。それに加え、私最上が厳選した今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのを3種類ご紹介させていただいておりますので、この機会にぜひ私を LINE で友達追加して、この豪華 LINE 追加特典というのをお受け取りください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。